ノーベル賞委員会は今月11日、今年のノーベル平和賞を日本被団協原水爆被害者団体協議会に授与すると発表しました。今日が受賞決定後初めての活動日となった熊本の被団協でも喜びの声が上がりました。私はびっくりしましたね。実際認められたのかなってただ受賞決定の背景にはロシアによるウクライナ侵攻やパレスチナ自治区ガザで続く紛争などがあり、核兵器がいつ使われてもおかしくない危機的な状況があります。会長の武田さんは1歳の時に長崎で被爆しました。被爆者は戦争が終わっても死ぬまでがんや白血病など放射線の恐怖に怯える人生を歩んでいます。だからこそ改めて核兵器そのものをなくすように訴えます。なんで80年も経ってね、そういう心配をしないといけないのかと私は逆に質問したいんですよね。だから核兵器の怖さというのは80年経ってもまだ続いていると。